パウンド・フォー・パウンドにも常時その名を連ね、試合を重ねるたびにその注目度を上げているモンスター井上尚弥選手。そんな彼は最近アメリカボクシング専門誌ザ・リングのインタビューに応じ、自身の今後のキャリアについて赤裸々に語ったのだそう。というわけで今回は井上選手本人が明かした意外すぎる将来設計をご紹介していきます。ぜひ最後までお付き合いくださいね。リング氏のホームページで掲載されているモンスターへのロングインタビュー、前回は井上選手が2023年のファイターオブザイヤーに選ばれたこと、パウンド・フォー・パウンドにおける井上尚弥の位置づけ、スティーブン・フルトン戦とマーロン・タパレス戦の分析、そして5月6日に噂されるルイス・ネリ選手との王座防衛戦に始まる2024年のプランについて回答していました。そちらに関しては以前の動画でご紹介していますので、この後に合わせて視聴してくださると嬉しいです。今回語られたのはフェザー級への転向や体重の上限、引退後のボクシングへの関わり方、アメリカ進出願望などについてでした。一つずつ確認していきましょう。まずいつまでスーパーバンタム級で戦う予定なのかと聞かれた井上選手は、今年は5月、9月、12月と3回試合をする予定です。この3試合はスーパーバンタム級で戦うことになると思う。フェザー級に転向するかどうかは来年の僕の体調と体の状態次第ですね、と回答。さらに自身が階級を上げる理由は勝てるから稼げるからということではなく、自分のベストパフォーマンスを発揮できる階級に上がるためだと強調し、次のように続けています。常に最高の井上尚弥を見せたい、お金があるからといってフェザー級やスーパーフェザー級で試合をしようとは思いません。それは僕が望んでいることではないです。お金を追いかけても結局いいパフォーマンスができずに辞めていったファイターはたくさんいる。僕がボクシングをするのはお金のためではなく、最高の自分を見せるため、強い相手と戦うことがモチベーションになっているのも事実ですが、ボクシングには体重区分があるのには理由があります。ボクシング史に残るファイターとなっただけに、未だ無敗の怪物の存在はアメリカ内でも広く知れ渡っています。故に一部のファンは彼をいかに倒すのかという想像を膨らませ、非現実的というべき対戦をぶちまけていますよね。それが階級では井上選手よりも3つも上に位置する現 WBA 世界ライト級レギュラー王者ガーボンタ・デイビス選手とのマッチアップです。しかしこれに関して本人たちは完全して、そのためあくまで空想の域を出ないものとなっています。またスーパーバンタム級でも体重を作るのは難しいかとの質問には、普段は64キロか65キロくらいだから試合までに9キロか10キロは落とさないといけない、でもそんなにきつくはないですね、フェザー級に上がるためにも体を作る必要はないです、体が自然に重い階級に馴染んできたら階級を上げるつもり、これは私のプロキャリアを通してのことです、とコメント。井上選手はどうやら何回階級制覇動向ではなく、あくまで適正階級でのパフォーマンスに強いこだわりがあるようです。またパウンド・フォー・パウンドのライバルにも注目するかと問われると、注目してます。でもヘビー級や重い階級はあまり見ませんね。オレクサンドル、ウシクがタイソン・フューリーと戦うことになっているのは知ってるけど、ヘビー級はあまりにも違うから見る気もチェックする気も起きない。僕のボクシングとは種類が違う、ほとんど違うスポーツのような感じです。大橋ジムの選手が試合をするときは見ますが、普段は海外の試合には正直あまり興味がありません、とばっさり。それでも海外からの評価に関しては意識するようになってきたといいます。ファイター・オブ・ザ・イヤーのような賞を受賞することは自分のステータスにつながっていると思います。僕はアメリカに住んでいないから、どれだけの人がボクシングに興味を持っているのか、どれだけの人が僕に興味を持っているのか分かりませんけど、ネットの記事にはより注目するようになりました。パウンド・フォー・パウンドのランキングに入ってトップに上り始めてからより気にするようになりましたね。そんな井上選手には今後アメリカでの試合も期待されています。井上陣営内ではそのような計画が練られているのでしょうか。これについて井上選手はアメリカで戦いたいという気持ちは常に持っています。ただ今は日本も大きなマーケットになりつつある。アメリカで何かを成し遂げれば知名度や大金がついてくるというのがアメリカンドリームをつかみたい理由だと思います。でも今はストリーミングの時代ですから、日本で成功すれば軽量級でも億単位で稼げる。だからフルトンは日本に来たし、ビッグファイトも日本でやりやすくなった。みんな日本で戦いたいんだと思います。ジャパニーズドリームですね。そういう方向に変わってきていると感じます。もともとは PPV のようなシステムで大金を稼げるチャンスがあったから、みんなアメリカで戦いたいと思っていたんですよね。でも今は日本が軽量級ファイターの憧れの舞台になっています、と返答。アメリカでのマッチアップにも興味を示しているものの、軽量級は日本でこそ盛り上がるとも考えているようです。続けてインタビュアーは、あなたはそのムーブメントを起こしたファイターだと思います。最近
あなたは多くの有名なファイターが戦いたいと思うチャンピオンになりました。対戦相手から研究されていると感じますか？と質問を投げました。これにモンスターはもちろん研究されていると感じます。最近のタパレス戦ではタパレスの方がディフェンシブに戦っていた印象がありました。もちろん僕相手だからディフェンシブに戦ったんだと思いますが、チャンピオンクラスのファイターがディフェンスだけに専念してしまうとエキサイティングな試合にするのは難しい。距離を取って足とジャブを使ってディフェンシブに戦えば僕もエキサイティングな試合にはできない。タパレスが何を考えてあのような戦い方を選んだのか気になるところではあります、と解雇していました。またスーパーバンタム級に転向してからパンチの効果が少し落ちたという意見も散見されるようになった井上選手。しかし本人はそう考えてはいないようです。クリーンヒットすればいつでも誰でもノックアウトできる自信はある。ただタパレス戦ではピースが合わなかった。2度のノックダウンも思ったほどキレがなく、むしろ地道な攻撃で嫌気がさして倒れてしまったという感じでしたね。今や30歳を過ぎたモンスター、彼は自身のキャリアを最初の5年、中盤の5年、さらに最後の5年という風に構想、そして現在最後の5年に入ったと考えているそう。まだまだ全盛期を過ぎた感じはしない、という井上選手は自身のパフォーマンスについて次のように語っています。自分がリングで何をしたいのかを客観的に見られるようになったし、それを試合に持ち込めるようになった。僕は最初から攻めていくことが多いんですけど、今までは何十年も積み重ねてきた経験のおかげで緊張したり頭が真っ白になっても体が対応してくれていた。でも最近はリングの上ではまず考えて落ち着いてから行動するようになりました。試合中のメンタルが変わってきた。最後にインタビュアーはプロを引退した後はどのような道を歩むのかと質問。これに井上選手はボクシングには関わると思う、多分大橋さんが作ってきたもの引き継いでいきたいという気持ちがあります。大橋ジムがここまで大きくなったのは大橋さんの功績があってこそ、このまま続けていくのは至難の業だと思うし、大橋さんの後を継ぐ人たちが大橋さんのジムを壊すのかより良くしていくのかにかかっていると思います。現役選手として今やっていることももちろん大事ですが、大橋さんが作ってきたものをさらに積み重ねていきたい、それが僕をここまで育てて導いてくれた大橋さんへの恩返しだと思っています、と思いを語っていました。このような井上選手のボクシングへの向き合い方には海外の指揮者からも称賛の声が上がっています。フィリピンのボクシングアナリストであるエド・トレンティーノ氏は地元紙マニラタイムズで井上とデイビスとの対戦は夢でしかないと断言。一部のファンは2人がリング上で完璧にマッチすると真剣に信じている、そして両者を戦わせるために大枚をはたくプロモーターがいることも間違いないとしつつ、残念ながら2人の階級差はあまりに高いハードルだと論じています。井上はあるインタビューでお金がいいからといってフェザーやスーパーフェザーにまで上げるつもりはないと語っている。つまり彼はお金のためだけにボクシングを続けているわけではないのである。井上は素晴らしいことを言っている。階級が設けられているのには理由があり、複数階級を制覇したボクサーは一握りだけだ。さらにトレンティーノ氏は8階級を制した母国の英雄マニー・パッキャオ氏を引き合いに出し前人未到の偉業をやってのけた。我らがパッキャオでさえ契約書にキャッチウェイト条項を入れるなど慎重にその道を歩んできたと強調。そして次のように結論つけている。井上とデイビスの体重差は理想的なキャッチウェイト見つけるには差が大きすぎる。何よりも井上は自らの肉体の限界を明確に認識している。108ポンドからスタートした彼にとって135ポンドまでの増量は無理がある。おそらく彼は2025年にはフェザー級で戦いを繰り広げることになるだろう。ただその頃にはデイビスは少なくともウェルター級にまで増量している。そうした現実を見ても両雄の対戦は空想の産物にとどまる運命にある。アメリカボクシング専門サイトボクシングニュース24は井上選手が今年2024年にスーパーバンタム級で3試合を実施する意向であることを伝えた上で、井上は大金よりもレガシーを選択する男だと絶賛。デイビス戦を促す風潮に対し間違いなく給料は弾むだろうが危険でしかなく想像するのは愚かだと釘を刺したのです。また同サイトは井上選手が常に最高の井上尚弥を見せたいと思っていると論じ高くに触れ、井上はあくまで勝ち組になり続けることにこだわっていると強調。そしてこのように続けています。井上は己のベストであるスーパーバンタム級で立ち向かってくる相手を倒して大金を稼ぐという素晴らしい挑戦を続けている。だからこそ無理をして135ポンドに上げ危険な結果に終わるデイビスのような相手に打ちのめされることは全てを台無しにする行為でしかない。それは井上にとって筋が通らない話なのだ。またアメリカ専門サイトボクシング247.com は井上選手がアメリカ専門誌リングのインタビューで今年は3試合をする予定です、この3試合はスーパーバンタム級で行われると確信している
と語ったコメントを引用しながら次のように指摘しています。体重を急ぎすぎないのは賢明だ。一部のファン、おそらく井上批判派は井上が負けるのを見たがっているように見える。元ライトフライ級王者にデイビスのような選手との対戦を求めている。幸いなことにそのような愚かでありそうもない対戦の話は全て消えてしまったと、モンスターの限界級残留を支持。その一方で井上は自分にとってベストなことをする。ただ井上はあまりに優秀であまりに偉大であるため、ネリと戦った後、井上にふさわしいスーパーバンタム級の対戦相手をあと2人見つけるのは難しいかもしれない。ネリはいいファイターだが、井上を倒す大逆転劇を期待している人はそれほど多くないだろうとし、モンスターとの対戦に見合う相手が不在となる状況を懸念しています。その上で同記事では、井上は9月と12月に限界級で誰と対戦するのか、それは見てのお楽しみだ。しかし井上は素晴らしいファイターであり、見ていて楽しい選手である。フェザー級への転向、そしてそれ以上の転向は早くても2025年まで待たなければならないだろうと記しています。そんな井上選手は2月19日に行われた23年度年間表彰式に出席。最優秀選手賞と KO 賞、年間最高試合、世界戦を受賞しました。 MVP 受賞は6年連続7度目で歴代トップ。井上選手自身も2023年は100点をつけてもいいと思える年、またこういった名誉ある賞を受賞できるように頑張りたいと自らを称えました。防衛戦となる次戦は WBC 同級1位ルイス・ネリ選手を相手に5月6日東京ドームで行うことなのを、実現すれば1990年のマイク・タイソン VS ジェームス・ダグラス以来、同会場でのボクシング興行は3度目となります。井上選手は噂されている5月の試合に向けて準備をしていますけど、そこもしっかりとクリアして9月と12月とそのあたりで今年3試合できたらいいなとは考えていますと現状とプランを語りました。また東京ドームでの試合についての話題には、タイソン以来ということで自分も気合い入っていますし、契約がしっかりと結ばれること、自分はそれだけですね都投手を抑えるように話したといいます。所属ジムの大橋会長もいろいろ出ているけど、来月中には整ういい発表ができますと正式発表へ前向きな見通しを明かしていました。 JBC も試合開催に向けて動き始めている様子。ネリ選手は2018年の山中慎介戦で体重超過により現在日本での無期限活動停止処分を受けています。 JBC 側は処分解除の申請があれば応じる方針です。 JBCの安河内剛事務局長は、ネリからの申請はもうすぐ来る予定、必要なものがあるのでネリ陣営とコミュニケーションは取っていると説明。ただし処分が解除されても悪道に対する疑念は拭えません。ネリ選手には体重超過だけではなくドーピング違反の前科もあるからです。井上選手が決戦当日に安心してリングに上がるためには試合前から厳しい体重チェックと薬物検査が求められることは言うまでもありません。安河内氏はWBC と強調して必ずやる。 WBC が実施するドーピングテストは1回違反しているので特別なチェックになると思うし、30日前、2週間前、1週間前と体重のチェックがある。体重超過となるのは我々としても最悪の事態なのでと明言。一方で違反時のペナルティについては仮の話はできない、とにかくそうならないように準備をしていくと話すにとどめました。山中氏は世界王座を12回連続で防衛しましたが、ネリ選手に連敗した後に引退を決断。日本のファンにトラウマを与えた、悪道と井上選手の戦いを見たくないという意見も SNS 上では散見されています。安河内氏はいろんな意見があるのは当たり前だし、そうした声は我々も真摯に受け止めないといけない。解除にはルールがあるし、そのルールに従って準備をしている。しっかりとした管理の上で試合が成立して初めて払拭できるし、管理の仕方を見て強化が出てくるとトラブル回避に自信を見せています。5万人以上が収容可能な東京ドームでのメインイベントが想定されるだけに、再犯などは許されない状況。安河内氏は今までのケースを見るとしっかりと指名挑戦者まで行っているので、きちんと対応してくれると信じている。認定団体などと協力して僕らは最善の努力をしていく、とにかく二度と違反を起こさないように管理をしないといけないと強調しました。元 WBA 世界ライトフライ級王者の具志堅用高氏もネリ選手が体重超過により資格停止となった問題について言及していて、皆がネリさんが日本に来ている試合を見ているからまたやるんじゃないかと思うわけですね。トレーナーとマネージャーがしっかり話し合いをしないと、試合前に失格したらもうファイトマネーはゼロだよと、1円もないよゼロだよという約束を交わさないといけない特技を指しています。また具志堅氏は違反した場合の取り決めは
事前に契約書で決めることができるのか、との質問に対しては、マネジャーとプロモーターで決めることができる、今回も厳しい条件の中で契約すると思いますね、と断言しました。さらに続けて、とにかく前日計量で必ずリミットに持ってくると、それをしないといけないと思います。来日も最低1週間はいるから、1週間前の体重報告、あと何キロとか、そういうのもしっかりチェックをしながら、と何重にもチェックする必要性を力説。具志堅氏自身、2018年の山中戦は試合会場で観戦、これはもう二度とさせないように神経を使うはず、当時の試合とはもう体が違ってきてるし、階級どころじゃないですよ、あそこまでなったらバンタムとフェザーですよ、かわいそうだよやっぱり、と振り返ります。さらにネイ選手の過去のドーピング問題についても言及し、来日した時に検査したり、それも徹底的に、特クリーンな試合を熱望しました。プロモーターとして数多くの世界戦をプロモートしてきた TMK ジムの金平圭一郎会長も、 JBC がずっと禁止していたネリ選手の招聘がようやく認められることになります、とし、ネリ選手には体重超過や禁止薬物などに非常に厳しいチェックが入ると思います。仮に違反した場合、金銭的に当然相当厳しいペナルティが課されるでしょう。損害賠償的なものになるかはわからないが、ファイトマネー大幅減で追徴罰金の可能性もあると思います、との見解を示唆。実際金平会長は過去にプロモートした世界戦で王者が体重を超過して王座を剥奪されたという経験を持っています。2007年3月に行われた WBA 世界フライ級タイトル戦で、王者ロレンソ・パーラ選手が体重を超過して王座を剥奪されました。試合はネイバーサス山中同様に変則的な形で行われ、挑戦者が TKO 勝利を飾り王座を獲得。プロモーターの金平会長はペナルティとしてパーラ陣営からファイトマネーの 30% 超を徴収したといいます。金平会長は自身の経験を踏まえ、ネイ陣営にはもっときつい条件になると思います、とし、これでネリ選手が体重を作ってこれなかったら全ての前提が崩れてしまう、ネリ選手一人の責任ではなくなってくる、 WBC のスライマン会長の威信にも関わる、ですので個人的にはネリ陣営はしっかりやってくると思います、と語りました。いかがだったでしょうか。今回は井上選手がリング氏のインタビューで明かした意外すぎる将来設計を中心にご紹介してきました。彼は私たちファンに対し、常に最高の井上尚弥を披露できるよう尽力しています。大金などには目もくれない井上選手の姿勢はまさにボクサーの鏡と言えるでしょう。チャンネル登録高評価を押すかはお任せしますので、せめてもう一本私の動画を見ていってくださると嬉しいです。それではこの辺で。